ちょっと前置き長いんですけれども忽然と現れたベルギーカフェなんで皆さんになんでベルギーなのって聞かれましたけれども私はベルギーに在住しておりまして、うん、震災をそちらの方でもちろん知りまして、もう何かをしなければいけないんだけれども何をしたらいいんだろうと。で、主人が専門分野が、都市計画っていうものをやっている人ですから、都市計画という切り口から何か支援ができないかなということで来たんですね。ベルギー人の若手の建築家を9人ほど動員してこちらに連れてきまして、ヨーロッパの人間としてどういう都市計画をするのかというところに焦点を当ててワークショップを10日間ほどやりまして、でその間なんですけれども、ベルギー人で日本食を食べられない人がいるということが分かって、主人の方からなんとかこうまかないを作ってくれないかという話が出まして、で、まあ、私たちがベルギーでしょっちゅう食べている家庭料理を、まあ、その参加者にまかないで作ることで、まあ、それだけじゃつまらないので、このエリアに住んでらっしゃる方と、あとベルギー人から行った人間を、まあ、交流させるという目的もありまして、ベルギーカフェという名前をつけて、ベルギー料理、そしてベルギービールを提供するというところで、ベルギーカフェ、はい、でこちらに全部発表成果物を展示して、どんな方にでも見ていただけるような方形を、はい、パネルであるとか模型であるとか、はい、あと映像であるとか、いろんな形で一応やることを計画してます。はい、ぜひちょっと見たいです。はい、で、まあ、ビールを片手にそれを見て、どうだこうだっていう話を、日本人とヨーロッパ人とクロスボーダーって言ってますけれど、文化の交流でそういう境目なく交流するっていうのが、まあ、一つの目的でもあるかなと思ってます。海外から見た東日本大震災っていうのは何か気づかれたこととか、やっぱり海外からいろいろ見てますと、もうすごいな、もう映画の世界みたいだねってみんなから言われて、でみんな本当に大丈夫か大丈夫かって聞いてくれて、よそからっていうか外からハラハラして日本のことを見ている状態だと思います。どうやって立ち上がるのかな、この国はっていう形だと思いますね。